はよう。ご飯食べれる？私がご飯持ってきたから一緒に食べてくれる？うん、はい、じゃあ家入ってください。今これはまあ表で草が小さいのでいいかなと思って。今日もピンクの服だね。いいね。暑い。どうですか？暑いです。美味しそうでしょ？まあまあ。うん、大変ですね。美味しいです。あ、これつけて食べるだね。うん、そうそう。エビ。じゃあ、一個拝借しようか。うん。暑い。はい、万歳。大好物のエビだ。そう。エビ。食べれそう。美味しいです。うん、よかった。プリプリして。うん、プリプリして美味しいです。いいのどこですね。こっちは、あれ、どこが誰だろう。おばちゃん、どっか行くの？おばさんが、天ぷら揚げたに、あ、鶏肉んって言うで行ってくる。あ、そうなの？天ぷらもらいに行くの？いつものあれでさ、うん、さつまいもの時期になるとね、うん、まあいいよ、じゃあ早く行ってきて。うん、ちゃんと行ってくる、はい、おばさん冷めちゃったよ。はい、遠かった。はい、はい、呼ばれましょう。じゃあ置いとこうね、よかったね。米油でね、揚げただけな。そう、すごいね。ねえ、どうする？冷めちゃったんだけど、温める？いい、冷めたままでいい、うん、大丈夫、大丈夫。じゃあ食べよう。熱々買ってきたんだよ、これ、本当は。ああ、しない、しない。なのに、おばあさん、ずっと帰ってこなかった。いただきます。あらまあ。それはエビグラタン。ああ、おいしい。久しぶりで、うん、チタでここへかけりんってくれてさ。うん、座って喋ってたの？あんたがそんなせっかくあげたのいいのに言ったら、うん、やろうと思ってあげたと。たまたまあげちゃうけど、よう持ってってやらんで取りにおいで、ちっちゃ、このさ、ピザがさ、お肉とかないから食べてみて。あ、ほんと、すまんね、買ってしてくれたんかも、うん、これちょっと変わったの食べてみな。うん、じゃあここにもらおうかな、うん、グラタンの中に。そこ入れる？うん、豆にね、チーズと卵、うん、あら、そんなあれがある、うん、まあどんな味？美味しいです。これ私作ってきたのも食べてみる？うん。
ありがとう、ありがとう。おばあさんにあげないよって離れなんだ。久しぶりにピザ、うん、おいしいね。おいしいです。これはね、イタリアンのお店、イタリアンちゅう名前のピザ、イタリア料理。今日そんなとこで買った、うん、まあピザの名前はマルゲリータ。どれが回りません。マルゲリータ言ってみて。マロミーなんとかかんとか言った。マルゲリータ。こりゃ一人で入っても何にも食べれんねえ。そう？そのお店屋さん。うん、注文するにも言えないから。指さしたらいいんだよ。写真見て。みんな一人で行くはずないでいいけどね。うん、これさっき食べたもんね。エビ美味しかったよね。これ。ん？こんなエビ美味しかったよね。どう？これ箸も持ってきたの、お皿と。あー、箸持ってきてくれた。これで取って食べて。これを呼ばれる、うん、いっぱい、なんかマカロニかな。こないだのつまみな、うん、今あの何だったかな、種をまいたとかって、あの、うん、ぬるぬるになって栄養がある、モロヘイヤ。ああ、そう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 、たくさん入ったらないちょうだいねって今モロヘイヤをねまいてね、いったの、いっぱい入ったら、そのグラタンが良かった。どれが良かった、今いろいろ食べて。みんな美味しい、うん、じゃあ私天ぷら食べてみようかな。味があるの、この天ぷらって。ねえ、こういうにあの何器もあれでや、うん、つけてくれた。この天ぷらって味ついてるのかな、知らん。いっぱい入っとって、うん、これで満腹さんになっちゃうね、うん、マカロニが大きいね、うん、
カロニ食べれるの？好き？あのうちの旦那はダメだった、うん、あの土の中にちょうどマカロニみたいに丸くなった幼虫が、うん、それを思い出すで俺食べれんに言ってさ、おばあさん大丈夫なの？ん？おばあさんは大丈夫なの？うん、私は好きでいいよ、うん、あの、子供がおるとき、うん、よう、マカロニでなんかやった、うん、でも、お隣さんとね食事会やっただわ、うん、子供が2人で大人が2人だもんで、うん、おじさんが問屋で魚買ってくると「いや今日あの魚買ってきたでまたやろかやどっちでやるだい」じゃあさうちを買いちゃう夏だと冷麦を茹でたで、そうめん茹でたりでさ、うん、いろいろやった。今回ほいじゃうちでやろうかねえよじゃあ。なんかぼたもち作っても分け合っちゃ食べたけど。もし多かったら残していいよ。食べる、うん。いっぱいなんかが入っとるもん。うん、この玉手箱。スプーンより箸の方がいいの？スプーンだと大きすぎて、ね、乗らへん。あ、そうか、うん、マカロニがね久しぶりでマカロニ食べた、うん、おいしい？また食べたい？この丸い豆かな、うん、たくさん入っとるもん。気に入った？また食べたい？これご飯でもあるとこのタレの中へご飯入れて、うん、私のご飯入ってるんだけど食べてみる？今日はうち炊いてない。違う、私の方。おばあさん考えることが最低なことを言っとる。味がないな。これ食べれがあるよ、うん、また食べたい？いくいろか入っとる。あのさ、豆はここから入れたんだよ。ああ、そうか。さっき言ったでしょ。うんうん、グリーンの、あのナッパをくれたで、そこに入っとっただなと思って、うん、ナッパはこれ私がおばあさんの野菜で作ったの、そこ入れたんだよ。うん、入れてくれたの知っとる、うん、そうしたら豆がコロコロ出とるで、うん、豆は大好きだ。あ、そう。じゃあまた食べて。豆は大好きでよ、あの、むきえんど豆もうちょっと入れてあげようか。うん、入れる？もう入れない？これ、いっぱいあるもん。これ入れる？もういい？また呼ばれる。残いちゃいかんで一生懸命。残していいよ。うんうん、無理してね。みんなもったいないことしちゃか。
本当マカロニこんな大きいのがある。いつものこんな小さいのしか見てない。こんな大きいマカロニがあるだね。うちの子、あの二人の子がおるときは、よう買って茹でちゃう、いろいろ。天ぷら食べてみや。うん、いただきました。スプーンで食べたら？スプーンで。スプーン使わなくていいの？これせっかく。あれだで、後から食べるとあれだでさ。違うって、スプーンの方が食べやすいかなと思って言ったの。うんうん、スプーン入れてくれてあった。今度はスプーンで位置寄せます。今日はいろんなごちそうで、天ぷらおいしい。ん？天ぷらおいしい。トンプレ呼ばれようかな。まだ皿いる。まあちょっと、おばさん待つな。あ、お芋さんあげてくれた。呼ばれる。いただいた、いくつかいただいた。さつまいもの天ぷらいいけど、揚げるに一人でやっとるとさえが、揚げてるうちに開くんじゃん。久しぶりで食べました。お茶入れといたから飲んだよ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ピザもう一個食べれる？ここのマンダ皿湯せんなら、じゃあやってあげようか。もったいないで綺麗にして食べる。お茶入れるわけじゃないんでしょ？それは、あのお茶入れたらまずいだろうね。他のもんならいいけど。あ、そう。もう済んだ。うん、済んだ。済みました。親ご飯でもロケル投資だ。これいくらぐらいすると思う？
お金がいくらぐらいだと思う？1000円ぐらい。あ、1000円ぐらいの味がした。本当？安い？どう思う？いい分量か買っただね。うん、この紙に書いてるんだけどね、390円これぐらい。こんなに何かがあってや、うん、そうで焼いてくれてね、熱々で、うん、ここに書いてるのを注文してきた。見る？また後で置いとこうか。せっかく食べてなんだかわからんじゃいかんね。じゃあもう一個ピザ食べてみて。うん、またあと呼ばれる。もういいの？うん、置いとく。うん、じゃあこのエビ食べたら、このエビ、うん、エビ1個もらおう。うん、エビ食べます。1個もらって、箸ここね、箸、うん、これ1個もらおう。うん、ここそうそう、さ食べないで、これこっちは。ああ、こっちばっかだ。うん、近く持って、全部食べちゃっていいよ、うん、そんな小さいエビ食べれるでしょ。また番犬の食事だ。番犬のはまたあるからさ、他のが食べちゃったらいいわ。それそんな買ってきてくれた。うん、さっきいろいろ買ってきたじゃん。まあ、うん、このエビ好き？どう？エビは好きだで、大好きだ。うん、エビフライみたいでしょ。あれ、あのこの間のガキ揚げは、うん、エビが品種が違うだね。あ、もっと大きかったけど、ね、あれはあの身がコシコシしてさ、うん、これはコシコシしてない、うん、これはあの、うん、あなたみたいにやこい。やこい？どっちが好き？コシコシかやこいか。これはこの味でいいだけど、うん、この間のあのガキ揚げは、うん、プリプリしとったらね、うん、あっちの方が好き？あ、そうなの、うんうん、エビどっちでも好き。あ、どっちでも好き、うん、エビの唐揚げみたいな。そうそうそう、美味しかったです、うん、こっち入れとこかな。あ、そうな、うん、あんた食べないですか？うん、いいよ、おばあさんにあげる、うん、危ないよ、危ないよ。そここにさ、見てもいいけど、これソース蓋があるから。ああ、ほんと、ソースです。このナッパのこれもまた後で食べてくれる？はい、これさっきのソースね。美味しかった、うん、お腹いっぱいです。あのね、これプリンもあったの。ん？プリン、プリンまで買ってきてくれた、うん、あら、まあ、冷たい、うん、ちょっとまだ凍ってるかもしれない。食べてみる？こういうものは大好きだで言われます。まだちょっと凍ってるかもしれないけど、いい、凍っててもいい？いい、いいの？今あの左の手が油だで、その容器がついちゃった。うん、スプーン持ってこようか。ちょっと待って、箸でいいもん食べや。このグラタンのでもいい？ああ、それで結構結構。これまた洗ってしまっとくわ、うん、あの困る時で育ったもんで、ほかることできんだね。あー、美味しい、美味しい、うん、お腹いっぱい言っといて、うん、ペロンと食べて。そのプリンはどんな味？これはだいぶしてるぞ。味がいい。あ、そう、高級な味する。高級のあれだ、うん、美味しい。一人で呼ばれとっちゃすまんですね、うん、
たね。いつもありがとう。仏壇にチョコレート色みたいの、うん、パンを。よもぎ？よもぎのこと。あ、開けといた、うん。チョコレート色じゃなくて緑だよ、あれ。ああ、おいしかったです。食欲旺盛ですね。あ、はい、ゴッドサイン言っといて、こういうもんなら、うん、いっぱい食べる。早かったもんね、プリンって分かった瞬間、うん、すぐ開けようとして。まあお腹いいです、言っといて、また食べた、うん、あー、ほんと、うん、美味しかった、ね、今日あったかいから冷たいものがね、美味しいんだよね、きっとね。ほんと、うん、このまんまこういう気候になるのかな。ねえ、どうだろうね。また寒い日もあるのかな。また寒い日がある、うん、あのちょうど田植え頃になるとね、うん、カッパを持ったり斑点持ったりね、うん、あのうちの人はただ機械乗っ取るだけだもんで、うん、そう暑くないじゃん、うん、寒いくれだもん。もうじっとすると田植えのあれだわ、うん、早い人はもう植えとるだよ、うん、あのたくさん田んぼ作っとる人、うん、ここはまあ植えとると思うよ、うん、あの偉い田別だもん、うん、今ならうちらも水をかけたりなんかで忙しかっただ、うん、あのこの大きいハウスでさ、うん、ビニールを植えかけて、うん、どうかするともう田んぼ行くぐらいになると1日3回ぐらいホースで水かけとったもん、うん、それがもう農家辞めちゃったもんで、ちょうどうちらが農家やりかけて間もなくだ、うん、お米が一旦すごく上がったの、うん、その時4丁ばか作っとったもんで、うん、忙しかったけどね、うん、懐かしい思い出だね。要は満足じゃ。いっぱい食べて偉いね、今日も。はい、いっぱい食べた、本当に。ねえ。お腹いいゴッドさん言っといてから、一生懸命食べた。よかった、プリンも買ってきて。さあ、頑張って、どこしょっ、うん、ごちそうさま、あとトイレ行ってきちゃうから、うん、片付ける、うん。